はい、最後はバンさんでございます。はい、よろしくお願いします。ご無沙汰しております。いやいや、そうですね、久しぶり、はい、で今回もあのニューオーネさんですね、はい、3度目ましてですね。そうですね、はい、この企画自体5回目で3回目なんで、はいはい、もうだいぶ来てますね。まあ結構いっぱい打っちゃったんで、はい、そろそろ大根さんでも。そうですね、懐かしの台が懐かしくなく感じる頃合いではありますけれども、はい、まあ、今回あのまたゲストに来てもらってます。はいはい、はい、まあ、今回の方はもちろん初めてなんで、はい、この方のですね、最後のバースは何がいいのかというのをね、お聞きしながら。そうですね、僕今回のゲストさん初めての動画共演なんですよ、はい、そうなんですか、緊張してるんですか。スロジュツさんで使ってもらって、はい、もう3年ちょっと経ってると思うんですけど、はい、未だに一度もなくて、はい、で前回 の、 あのそこそこスターの伊藤さんですか、はい、はもう結構数多くやってるのに会えなかったスター中のスターです。スター中のスター、はい、まあね、確かに光り輝いてましたもんね、ドリと、はい、ドリと、とですよね、はい、漫画で描いたこともないんですか。漫画では一度ちょろっと一ネタぐらいで。あ、なるほど、一、はい、ネタぐらいしかなかったって感じ、ね、はい、いやもうやっぱスターなんでなかなか僕まで降りてこないんですよ。そうなんですよ、はい、まあまあこれぐらい古い代もね、はい、なってくると、はい、あのやっぱ5号機ももう中盤以降から打ち始めたとね、はいはい、若手も多い中 で、 そうです、ね、まあ、意外とおっさんなんですよね。あ、そうなんですね、はい、なので、ね、あの適役かなと思ってお呼びしました、はい、じゃあ今回のゲストはこの方です、はい、どうぞ。どうもパチスロ曲芸師新田ロミさんです。お願いします。お願いします。お願いします。こういう向かい方がいいかな。はいはい、こういう向かい方がいい。いやいや、もう上 げ、 です、ね、上げんのか下げんのかはっきりしてくださいほんまに。僕上げた分出にくんでしゃーね。そうなんですよ、わさびさん下げて上げて下げてバランス取ります。いやいやいや、はい、いや本当にお話ししたこともあんまりないんですか。そうですね、忘年会とかでなんか一、ね、回ちょっとふわっと挨拶させてもらったぐらいで、はい、やっぱ先生はあの興味ある方は漫画に描くと思うんで、はい、あんまり興味がないという興味持ってください。いやいやいや、そんなことないですよ。3年間興味ないってどういうことなんですか。お前には見に行ったはまだ早いって言われてずっと誰なんですかそれ。それ全部、まあね、嘘ですよそんな人は。扱いにくい。いやいや、でもいつもあの漫画は読まさせていただいて、ありがとうございます。楽しく本当に、ね、はい、はい、というわけで今回ねあの最後の晩さん出ていただきました、はい、何歳になりましたっけ。今年で38になります、うんうん、まだ37なんですけど、うんうんうん、ね、スロットを始めたのは何を売ってたっけ。一番最初ジャパン2です。ジャパン2、あーあの4号機の3位の、はい、CT 機が全盛期を迎える、うんうん、ちょっと前らへんですかね、ジュワンの最初のやつですね。そうですね、その後すぐアステカ、アステカとかはいはいはい、出てきたぐらいから結構僕よりむしろ古いですね。そうなんですか。多分僕はアステカが出たかなぐらい。あ、出た、ちょい、まあ同じぐらいだと思うんですけど、ぐらいですね、そうです。あ、じゃあ結構フルカムで、はい、5号機はほとんど打ってるということで。5号機はそうですね、はい、ほとんど打ってますね。で、まあ、今回の番組を最後に、はい、新田さんが引退すると、はい、したら引退するんですか僕。あ、引退することになりましたけど、はいはい、ちょっと待ってください急に引退番組にしないでください。そういうのを暁で何を打ちたいかというの、ね、なるほど、はい、いやでもそれは難しいですよそれ、うん、ねえ、うん、いろいろ嬉しそうに言ってるけど本当に引退かもしれないですよ。いやちょっとそこだけはちょっとやめてください。いやそのつもりぐらいでこう。あ、なるほど、はい、で大根さん結構いろんなラインナップあるんですけど、そうですね、中で今日はね2027を、うん、伝説の2027、うんうん、はい、いいですね。あの頃はみんなね結構必死になったら必ず引いてましたよね。そうなんです、斬新なゲーム性、はい、あの頃にしては、はいはいはい、ボーナス成立後の RT をずっとやるっていう。そうなんですよ、うん、最初わけ分からへんくて、うん、で周り見てたら何回かこう間違えてジャックインさせたりとか、うん、もう損する ね、 あ、 ね、はい、あれとかあったんですけれども、あれがまた物語もいいんですよ。あ、俺最後まで見たことあります。見たことないんですか。あのペーンですよ、ペーン、あのペンギンのやつが、ね、分かりますよ、ペーン、と活躍するんですよ。あ、そうなんですか。俺全然最後の方まで見たことないんですよ、ね、はい、いや、あれ壮大ですよね。じゃあ今日その辺まで行ったら呼んでくださいよ、僕見たいんで。あ、見たいですね、うん、あ、ほんますか。ぜひ、うん、じゃあもう赤七引いて、うん、その間喋んなくていいですよ、見るんで。いやちょっと何なんですかというわけでじゃあ先生と僕は中入ってから来ますかね、はい、そうですね、はい、はい、というわけで2027を今日実践していただけるということで、はい、誰かは座ってたかもしれないです。いや、わかんないですけど、じゃあどいてもらうか。そうですね、なんかしないといけません。わかんないですけれども、はい、この辺の機種を打っていきたいと思います、はい、それでは頑張りたいと思います。はい、というわけで無事に2027が取れたので、はい、行ってみたいと思います。このね、
この赤七が懐かしいです、もうすでに。はい、ね、あんまり、覚えてるかどうか分かりませんけれども、行ってみたいと思います。わあ懐かしいですね。あーいいね。とりあえずあれですよね、中で中押しで赤7狙うんですよね、確か。確かね、僕の記憶によれば。で、7止まった時だけ7狙ったらええんかな、確か。だからチェリオは赤7かな、確か。で、どうすんねん、どうやってそのなんていうんですか、 ART とか入っていくねんっていう話なんですけど、このねチャンスリプレイ引いたら何パーぐらいやったっけ、30パーぐらいの感覚ですけどね、こっちはぐらいで、ジャックインの、まあ言うたらなんかボーナス的なね、ジャックボーナスか、成立するんですけど、その時に ART に行く抽選をしてるんですよね。で ART 行けば、あ、そうか、ジャックインを外しながらいろいろ頑張らんとダメなんですよ。お、来た、懐かしい。何さ、何よっていうやり取りがあるんですよ。懐かしいわ。うわー、今見たらこんな感じなんですね。なんか今のその液晶がなんかこう綺麗になりすぎてて、まあ、綺麗になりすぎてて、まあいいことなんですけど、こんなんかちょっといい感じのチープさになりますよね。はい、下層少年、こちら悪魔女王ドラキュラの初代ですね、撮りました、ART 機の、まあ、だいぶ初期の頃ではございますが、ちょっと一発ね、フリーズ画面ですか、ザーってやつ見ようと思いますので、よろしくお願いします。ちなみに、今現在完全に、あらゆる物事を忘れておりますので、一緒に思い出しながらやっていければなと。どうしたっけこれ、ナビされ ART 中ナビされたものを狙えばいいんだっけ、外せばいいんだっけ。よし、久しぶりだね。はい、というわけで風の用心棒なんとかみたいなやつを打ちたいと思います。結構好きでよく打ってたんですけど、久しぶりですね。まさかあの 2.5 円で打つことになると思わなかったですけど、まあレート関係ないからね、この番組は。割とね近いとこで打った記憶はあるんだけど、まあかなり独特な台なんで、この台。お、なんだリプレイか通常時高額と低額の概念があって、高額に行くと、まあチャンスオンとか ART 直撃の入りやすいチャンスになるんだけど、お邪魔してよ、その高額に滞在してるかもよの示唆がなんとリールロックで行われるというね、これすごい不思議な台なんです。まあそのうち出ると思うんで見てていただければなと思うんですけど、でまあそのチャンスゾーンがね、自力感がいいのと ART の連続性がいいの、あとは ART 入ってエンディングがすげえ長いんで、エンディング4周ぐらいしたことあるよ俺ボーナスで来てエンディングの最初に戻るからで一応基本中段ワンライン、まあ見た目はともかくで、まあチェリーに強弱スイカがあって、チャンス目があるみたいな、まあとりあえずチャンス役引いて、であとボーナスがかなり軽い系の台なんで、やるっていい気、ボーナスやるっていいにしては、まあ枚数は少ないんだけどね、うん、ボーナス引きながらまあ楽しめるんで、まあ意外と何も当たんないぞみたいなことはないと思う。お邪魔してよろしいかしら。一本クラシさん、2.5 層1000円で400枚出たから、400枚でなんとかなる可能性も十分あるよ。その公開モードやったかな、なんか確かチェリーで抽選されてると思うんですけれども、多分なんか変わると思うんですよ。なんか10ゲームぐらい確かあるんかな、
その間に、あ、チャンリプや、おおお、これ熱い、これ熱いよ、ほら、はい、ジャックボーナスです。キャー、入った、一発目で入った。船が出てきたら終わりなんですよね。はい、でここでバトルモードっていう出てきたんで ART 突入です。うわマジか、これは楽しい。でこれがね、何枚、何ゲームやったっけな、何ゲームかごとに継続バトルみたいなのがあるんですよ。で、このジャックが光った時はこのジャック図柄っていうんですかね、これが成立してるんですよ。った時はこれを外さないと、これを入れると揃えると ART が終わってしまうんですよ。はい、これ何で外したっけ、赤7で外れんのかな、赤7で外れますね。もうこれで多分大丈夫です。はい、それだけ気をつけて、打ってください。あともう一個、ジャック図柄頭の10枚薬時にも気をつけてダメなんですよ。これがねちょっと意地悪な仕様になってます、僕からすれば。バカゾーン確認、はい、でこいでしょ。で、あ、これです、これです。この、この時だけ両方同時成立なんですよ、10枚薬と。なので この時に、中右どっちか赤七を狙ってもらえば、これで10枚薬は無事に取れるんですよ。これ適当に押してたら、ジャックジャックの図柄揃ったら終わってしまうんで、はい、これがいけずです、本当に。はい、これだけ気をつければ大丈夫です。継続です、確か。え、継続ですよね、これ。はいはいはい。あっこで一回なんか 海の上で様子見るぞってなったら、ちょっとどっちかまだ危ないやつです。おい、スイカこぼしてんじゃねえよ、おい、クソ素人が。コート。すいません、取り乱しました。1ゲームで勝っちゃダメでしょ。はい、148ゲームで当たりましたと。青の方がね、赤より2倍揃いにくい、え、当たりにくいっていう、確かそんな感じだったっす。でこれね、 ART 中にも赤7が揃うんですよ、スペシャルリプレイっていうね。で通常時揃ったら継続率確か 95% かなの ART に入るんですけど、 ART 中は何にもないんですよ、ただの無駄引きなんですよ。ただその赤7の成立確率に設定差があるんですよ。1と6で確か倍ぐらいちゃうかったと思います。でもそれでも6でも確か700、800分の1とかやったかな。はい、これ多分危ないですよ。これ一旦様子見るでしょ、これダメかっつってるから、あかん、これがね終了の危険です。でこの後海の海上の画面に戻るんですよ。た時に潜水艦が出てきたら終了なんですよ。だからジャックボーナス取れて終わりなんですよ。で ART 継続されたらまたバトルモードって出てくるんで、これです。このね、煽りが最高なんですよ、この波がね、出てくるか出てこないか。結局ジャックボーナスが成立フラグを叩くまではこの画面なんですよ。あ、これもどっち、あー終わりや、これで ART が終わりです。で、ジャックボーナスで終わりなんですよ。はい、でジャックインはね、もう全然なんか何枚ぐらいだったっけ、あんま全然取れないです、もうね適当でいいです。はい、というわけで、1回目のART は105枚で、終了と。はいはい、っていうゲーム性です、ざっくり言うと。で継続率が何本やったっけ、一番下66とかかな、なんか多分そこぐらいは最低でもあるはずなんですよ。で何とかモード
やったっけとかに入れて、なんか10万円役とか引けばなんか継続率アップ抽選してるんですよ。で継続率上げたら、ART 当選するまで落ちないんですよ。はい、なので ART 感がハマってる、台はちょっと狙い目になるんですよ。まあ上がってるかどうかは分からないんですけど、はい、なかなか ART 当たってないなっていう台はあのひょっとしたらもう90とかなんか90のがあるのかな、なんか分からないですけど、そこそこ継続率が上がってるかなって期待が持てる台なんですよ。まだ100ゲーム回してないのに、まあ、十字架が4つ取れたわけですか。確かこっからが辛いんだよな。ん、びっくりした。お、チャンス目でいいんですかね。これはちゃんと目押ししたもん。来た、先パス。もうこの画面だけでいいっすよ。素敵。いつ当たるか分かんねえかなこの台。これもう完全に AV ですわ。さああれは果たしてチャンス目だったのかリーチ目だったのか分かりませんが、125ゲームで赤。ちなみに何だっけ、獲得枚数的な話でさっきは全部取ってたんですけど、スイカとか1万役は外した方がいいそうです。 ART 入れたじゃん。もうやったね。はい、出てきた絵柄を狙えばいいはずなんだけど、いいんだよな本当にそれで。自信ないわ。コウモリの色のボーナス絵柄を左リール狙う、リップパン外し成功。いいんだよな、チェリーの色を狙うわけじゃないんだよな。この頃の ART 機は本当ちゃんと見ないと分かんないんで、黒だよね、信じるぞ。よし、ああよかった。あ、びっくりした。サバトル入ってセリフやら何やらで継続示唆がされてますんで、まあ、そういうのを楽しみましょうと。これはあんまり普通に出るセリフだったと思う。この辺りでねもう結構示唆が始まってるんで、あとは技次第。ラルフ出よう。あーきついね。あれこれやばいやつじゃない。いつもこの顔見てさ、菅野美穂に少し似てるなと思ってたんだけど、ね、似てない。まあこれ強技なんで多分復活しかないと思うんだけど、あ、当たった。あれ強技じゃなかった。もっと違う名前だったかな。助かりました。うわー辛いなー、さっきと一緒。食らうね。あー倒れた。
2回の357マイ復活ない。びっくりするぐらい何も出ないな。もうちょいいろいろと起きるんですけどね。すげえ何も起きねえな、困った。演出も結構無駄にないからね。腕を上げたな。何これ、初めて聞いたんだけど。絶対プレミアだよこんなの。え、チャンス目だ。ジョーダニーバズル、ほら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 、絶対プレミアだってこれ。ほらほら、デパートもレギュラーじゃねえか。青化け、なんだよそれ。328ゲーム、こんなにハマって50枚です。はい、ここはあのね、あの高額の可能性が高いステージですね。さあ、なんか引け、なんか引け。なんで2回言ったんだ。悪いな。お、チャンス目か。お邪魔してよろしいかしら。なんか引けたよ。さあ、ちょっとなんか起きてよ。引けたんだ、せっかく引けたから。レベルが1上がっただけで終わんないでよ。おー、悪いな、また熱くなる。あー、これは熱いわ。あれ、役引いたのか。全長で出てくれる方がね、熱いなと思ったんだけど。チャンス目、あ、出た出た出た。これ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 。あー、レギュラー17だけ。いや、クイッっていうのがさっきのクイックイまで行くときとクイックイックイまで行くときあるもんね。おお、入った入った。ジャンソン急に来るな。さあ、センブロ兆し、これはね、ここに書いてあるんですけど、507連続で ART 確定でございます。押しは出るんで、ただ引けるかどうかですよ。だから507連続で、ああ、押し当てればいいんだよ。転落リプレイってことだね。一回ね、夜の9時ぐらいに赤7引いたことあるんですよ。取り切られへん思ったら単発で折れましたね。 95% 単発ですよ。取り切れたって9時10分ぐらいにね。そういういろんな思い出がある台なんですよ。はい、赤7単発言うたらんの、その4号機の北斗の北斗揃いレインボー単発よりもショックです。ちょっとピンとこないですよね。僕も全然ピンとこなかったです。飽きたなじゃないわ。こっちは思い入れあって売っとるんですよ。400超えたなじゃないわ。いや、僕も500ぐらい行ったん1回だけですよ確か、僕の覚えてる限り。もうね、まあ当たれへん時はね、もうひたすらチェリー引いて、その後頑張る、継続率を上げる、もうそれしか考えてないです。まあ多分でも、もう継続率アップ抽選はされてるはずと思うんですけどね。熱い、これは来た、またや。これヒットしたらあれかな、赤7揃うってことなんかな。おっとっと、ポイントゲットした。じゃあ今までミスしてたんかな。あ、これや、先行モード。
確定してます。残り4、この時に、10枚役とかなんか引けば、はい、うわー外れた。何色と思います？赤、青、黒。黒。おい！お前は継続率アップのチャンスやったのに。これは遅い、遅いわこれ1ゲーム。いやあれ先行モード中、先行モードでしたっけ？さっきのモードの間に、あ、いや、もう、いや、もう、いや、来た。あ、当たり。もうこの時点で。てか、ART には行かなかったけど。476ゲーム。28枚で終わるんです。はい。結構ね、なんか、モードね、ここのステージやったでしょ、モードええんかな思ったのに、そうでもなかったんやな。3000目ですよ、ちょっと大丈夫、やべえ、 2.5 ソロで打ってんのに楽しくねえ今んとこ 2.5 ソロで打ってて楽しくなかったらもう致命傷じゃないですかねいやいや、まだね、まだわかんないよ、今からだよ。本当2027もね、あの割と最近打ったんだけどね、あんなに昔、悪いな、また付き合ってもらうぜ、まあ後にしよう。あっさり。そう、今になもね、割と最近でもないか、2年ぐらい前に打ってるんだけどね。お邪魔してよ。なんて言えばいいんですかね。あんなに必死に赤ナラを引きに行ってたけど、赤ナラリプレイをね、あのね、簡単に引けるんだよねあ、1600分でしてこんな簡単だったよな。てか今だったら、うお、定格、チャンス目、風、兆し、6ゲーム後だね、確かにね、多分。もう一番ダメでしょ、4ゲーム目だもんこれ。はあそうだよ、2027の1600分の1が、あの簡単に引けるって話ですね。で、あの今となって1600分の1から引いて当たり前じゃないですか、なんか何かしらの役です。そんなのチェリープラスレギュラーぐらいでもそんなんだったりするもんね。なんかそれぐらい引けるんで、意外とあんなに必死に打って追い求めていた赤菜の性能が低いっていうことに気がつき、そして何回か引いても結局話は1話に戻されるんで、ずっと同じ話を見ていて、なんでこんなの打ってたんだろうって思いましたうん、期待するよ。あの、言いたいこと分かります？あの演出の2ゲーム目に行ったのかと思ったら、ただの復活演出だったっていうね。早かなな。285ゲーム。さあ、また入ってくれないかな。
どうですか。ダメ。20対。さあこれをしのぎきれば ARTA。 これ結構熱いんですよ。熱いっていうかこう心臓がこうキューってなるんですよ。チェリー引かないでって。であと見た目の数字がゲーム数とは限らないんで、ああレバーオンのためにゾクッとするの。ここで、あ、来た。やったね。はい、20ゲームで ART 昇格でございます。あ、なんかこうゾクッとするいい感じ、たまらん。あー楽しい。ナイス。危なかった。しかも青でしょ。どっちにしろ俺の勝ちだったよ。あららららら。あ、はい、誰だ継続確定とか言ったの。うわ、大丈夫。黒チェリーを外す。絶対赤チェリーじゃない。よし。うわ、もうこの横隔膜っていうかハラミのあたりがこうギューってなって酸っぱいんだよな。あーあーあー楽しい。大丈夫、俺が引いたの、引くな。黒チェリー、黒チェリーを引く。引くフラグをレバーに託す。そうすれば3択でも何でもない。だって俺は黒チェリーを引いたんだからね。そういうことだよね。さあ黒チェリー引くぞ。黒チェリー、黒チェリー、はい、復活でございます。やーべ、超楽しい。帰ってきたハンター。うわー、ここで引くんだ。赤赤赤赤赤。何色。黒。おお、当たったやん。いやー、はい、終わり。おお、スーパー、スーパーや。スーパーは何。よし、これ何なんやろ。上がってんのかな。あー残念。はい、2個ぐらい当てましたかね。あのスーパーで1個、普通の方で1個。はい、それがまあ上がってるのかどうかようわからないですけど、スーパーの時ね結構3択チャンスあったんですけどね、雑にやってまいりましたね。はい、チャンリプどうした。実はなんとか逃げ出しまして。お、来た、当たった、当たったよ。うい、この煽り最高でしょ。潜水艦かなと思ったらなんかイルカかクジラかなんか分からんけど、イルカじゃないか、クジラでしたみたいな。あ、来た。ダン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 。はい、 ART です。115ゲーム。これ結構継続率僕は期待してます。はい、じゃあ行きましょう。この分かります、僕の今楽しさ。この上がってくる時の文字が出てきた時の、海から文字出てくることあります。本当に楽しい。マジか。
一旦避難か。わあかん。頼むよ、もう一回来てよ、もう一回来てよ。ういまだわからんよ。あ、どっちや。よし、こっちが出てきたら継続なんですよ。魚雷が目標を見失いました。あれ、探知できません。どうよ、あかん。うわー、また立て直すやん。これまた終了のピンチです。まあ、このジャックボーナスっていうところが光った時に何が出てくるかです。なんかそれまではこんな感じで煽ってくれてます。これ、終わった。うそー、80ぐらいやったんじゃないのよ。はい、80ゲーム継続しました。はい、211枚で終了です。いやー、厳しいですね、なかなかね。もう赤7でいいですよ。よし、耐えた。あー、倒れた。あ、復活。これボーナスいねえか。これでドラキュラが死ねばボーナスですな。はい、チェリー出てるし。赤レギュラー、さーて、あ、よかった。負けないで。無駄な動きはやめておく。赤よ。これは。魚雷発射。当たったわ。ミサイル発射。あ、ミサイル発射や。わ、チェリーだ。僕もね、ロックは設定ロックを初めて打ったのが多分エウレかと思います。これ熱い。チャンリップか。距離5000、何かいます。見失いました。当たってるやん。バー、エアルティ入った。見失ってましたよね、今。78ゲームでまた一発目ですね。公開モードとスーパー公開モードで結構ね、あのなんかチェリーやらあれ引いてたんで、期待しましょう、継続率。あかん。いやー、やばい。あかん。単発、単発なの？嫌よ、単発。単発です。あれなんですね、ここを引かなんでもあるんですね。ピシーじゃないわ。どういうことやねん。 ART で全然増えてへんかな。当たったでしょ。おお、めっちゃ入るやん。こんな入らんよ。例えば一発目でしょ。で、多分なんかチェリーとか何も引いてないんで、こう、あの継続率上がってないはずです。ただこういう継続率に期待できへん時に意外といったりするんですよ。だからもう20はやめれないんですよ。どうよ、やばい、続行。あら、あら、やばいよ。
終わり。やっぱりあの継続率に期待できないときはできないですね。赤。さあこれ続いてくれるかどうかがでかいんだけど。再び眠りにつかせてやる。よし、なんかいつもと違うセリフだ。頼むよラルフ、出てこい。赤よ、怖い。よっしゃ、ここで上上下下左右左右 BA で変わる。あっ、しまった、黒ナビ出てたんだ。しまった、黒ナビ出てた、左押してからにすればよかった。いらなくね、こういうのいらなくね。なんで黒なの、なんで黒なの。終わった。入んないのかよ。おお、これこの春かもしれない、秋じゃなくて加工が確定なの。これは当たるんじゃないかな。方角か、あの全長確定なのか。ほら、あれでも兆しじゃねえかこれ。兆しもやるんだ。15ゲーム目でしょ。頼むよ。これ予約とか引いちゃうとかさ、バーゾル引いちゃうとかさ。おお、ナビある、頼む、会ってくれ。ないわ。ここだけかわせばセーフなやつもあるから多分。おお、ベル引きゃいいんだよ。そうだよ。怖いよ。叩いてくださいよ。いや、やだよってね。やだよね、ほんと。おー、やりました、よかったよ。ゴーが来たかったわけですよ。30ゲームで一応上乗せは。おお、いきなり来た。頼むよ、ほんと引いちゃえよ、引いちゃえ。おお、来た、鬼やったね。まあ、大して乗らないんだよ、でも、うん、だけど嬉しいんですよ。2枚。あ、これでかいの引いたんじゃないの。
でかいよこれは。3時は相当でかい。やった。あっさり。これひどいと本当こんな感じで終わっちゃうんで。でも40も乗ったら40乗りゃいいよこれ。